るほどね、なるほど、はい、これで使っていくんです。こんにちは。あ、お疲れ様でございます。何してたんですか。そう、いい質問したね。そう、今ちょうどね、チームハブのね。そう、チームハブ、はい、そうです。チームハブって何ですか。あれか、チープでアプリで出血で使ってるやつか。そうなんですよ。ああ、はいはいはい、有名だよね今ね。そう、従来のチープって、うん、まあ LINE で、はい、まあ、試合があります、うん、で出れます出れますか、うん、使ってるね。で、うん、で日中ね、みんな仕事忙しい中、うんうん、携帯がだったりね、うん、通知がうるさかったり、通知がうるさかったり、気づいたらなんか十何件とか調子いいなみたいな。ストレスなんだよ。あれストレスなんですよ。そうそうそう、そういうのが嫌だなと思ってたところで、なんとですね、そう、チームハブっていうアプリができて、はい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 、僕らがそれを取り入れてみたんだよね。そうですね、使わせてもらって、うんうん、今はね、結構草野球チームね、他のチームでもいっぱい使ってるしね。そうなんです。あ、そうなんですか。うん、すごい有名有名。あ、有名なんですか。増えてるところが増えてるみたいな。うんうん、僕らが開発したみたいな開発したエンジニアの方ですか。あ、まあまあ、少し段差あったけどもね。なるほどね、はいはい、立ち上げからねなかなかね、苦節なんでありましたけども、ありましたけど、無事ね。そう、今ね、笹がね、この画面見てるのがそのホーム画面、チープの画面ですね。だから例えば僕が事務局なんで、うん、その何月何日試合があります、はい、で、入力することによって、はい、ここにアプリを登録してるチーム内で共有されるんですよ、うんうん、何月何日何時から試合、うんうん、会場どこ、みんな見れるよ、みんな見れます、うん、でそこで開いてるのボタンをこうやってピッと押すとですね、そう、出席欠席のね、未回答めちゃめちゃ多いですけど、そうですね、未回答、出席欠席未回答で、出席欠席未回答、はい、あのボタン一つで、はいはい、出席する欠席する、はいはい、分かる、はいはい、で僕とかはチームに何月何日にまでにこれに入力しといてくださいねっていうのがね、うんうん、アナウンスしとけば、何月何日期日になりました、はい、見ると、あ、今日9人揃って、今回9人揃ってるなみたいな、うんうん、で未回答の人いたらどっちなんですかっていうアナウンスもできちゃうんで、うんうん、ね、とても便利ですね、便利ね、便利ですね。そうそう、今まだ出欠席出してないんじゃない、やばい、あ、未回答の人、未回答の人は期日までにちょっとしっかりしてくださいよ、失礼しました、はい、出席で出席っていう感じでね、そしたらイベントが消える感じですね。あ、消えてますね、はい、はい、で、ホーム画面、あ、そうですね、はい、あ、ごめん、はい、で、出席という形になって、分かりやすい、はい、はい、便利だね、やれるねっていう、そう、便利です、うん、で、プラスですね、ここで、うん、いろいろ、そう、見ていただくと、ね、イベントイベントで、まあ、こうカレンダーをみんなで共有したり、なるほど、はい、うんうん、あとはこうスコアっていって過去の試合が何対何だったかとか、はいはいはい、遡って見れたりとか、へえ、まあ、細かいところまで行くと各選手 の打席での成績とか、はいはい、打率とか、すごいですね、ホームランヒットとか、そうですね、そうそうそう、うん、細かいところまで記録できます、なるほど、それ あれいいですね、あの年度末に誰が一番打率活躍しましたとか、ホームラン王が誰だとか、はいはい、打点王が誰だとか、最後集計して表彰みたいなこともできます、うん、一番ね、やっぱり、まあ、あくまでも草野球なんでね、うん、重要視してたのがやっぱ出席率だと思うんですよね、はい、それもこれでバレちゃう、はい、はい、そうですね、はい、一番出席したのが誰かと、はい、分かっちゃうんでね、全然来てないやつ誰だと、そう、はい、それも分かっちゃう、はい、いいところですね、いいところですね、はい、で、何スタッツ、スタッツはこれはまあ基本的にちょっとうちはまだ活用できないんですけど、なるほど、そう、さっき言ったみたいにホームラン誰が一番打ってるとか、なるほど、あとシーズンごとに見れたりするんで、はい、今年は誰、去年は誰だ、はい、みたいなものを見るか、はい、あとは動画っていうところで、動画もできます、この中でね、共有フォルダみたいなものがあって、そうそう、みんなで試合で撮影した写真とか動画とかここで共有できる、はいはい、それも LINE を使わなくていい、そう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 、通知がなくていい、うんうん、そう、ここに貼っとけば、あ、昨日の試合の動画写真あるかな、そう、自分がかっこいいところがね、そう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 、見れちゃうっていうところですね、うんうん、はい、すごく便利ですね、そう、またですね、はい、こうやってここホームボタンね、でチームメンバー30人でフォロワー数300人、わっそんなにすごい、はい、でほら対戦相手キャラ知ってるのができた、おお、チームハブをエントリーしてる中で、はい、対戦相手もマッチングできると、ええー、実際に開いてみると
タップル、タップル的な、タップル的な、タップルの、ああ、タップル、マッチングアプリみたいな、うん、私たちタップルで出会いました的なの野球で、はい、そうそう、うん、タップルのところ、そうですね、モザイクです、タップルと一緒に、タップル、で、あとは何ができますか、対戦相手とかこれフィルターとかもかけれるんで。なるほどね、自分たちのチームから距離がどれぐらい近いところで開催だとか、なるほど、あと何曜日の開催してくれてるとか、わーすごい、あとはちょっとそのチームのレベル的に、はい、なんかまあ楽しむだけですみたいなチームだとエンジョイレベルとか、なるほど、ちょっと都道府県レベルかなみたいなとか、対戦相手もどれぐらいかっていうのをこうフィルターかけて絞ってるとか、自分のレベルに合った女性探しができる、そうです、エップルで出会いましたなるほど、はい、すごい便利ですね、便利ですね、選べる、他なんかありますか、昨日。あとはキャンペーンもあるの。あ、キャンペーン、ね。そう、結構ね、定期的にキャンペーンもやってるんですよ。はい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 。はい、そう。で結構ね、チープもね、そのキャンペーンね、本当にエントリーしてやったら、うんうん、去年とかもなんかさっさ優勝した。俺優勝した。あ、野球あるある。野球あるある。野球部あるある。そう。で野球やったことあるんですか。俺バスケ部でした。なのに野球バレあれでツイートしたら採用されちゃった、はい、最優秀バスケ部です、ね、あれはい、ということも定期的にねキャンペーンもやってくれてるんで、はい、面白いですね。あとメンバーズショップか、これニューって書いてありますね、なんだろう、今ニューって言ってますね、おならでニューって言ってますなるほど、チームハブからの、あ、なるほどね、関係のメーカーの商品がちょっと安く買えたりとか、あーなるほど、はいはいはい、すげえ、チームで使える商品がとってもお得に、チームハブさん自体もいろいろコラボしてるんで、そうですね、そうだから他のね、そのいろいろ例えばメンバーズショップの関係クーポンとかに行くと、うんうんうん、ほらゼビオで使えるクーポン、そうなんですよ、そうね、僕もこれゼビオで使いました、あ、使いました、 20% オフ、おー、そう、普通に、まあ、野球用品じゃない商品をすいませんがちょっと 20% オフさせてもらいました勝手にでも野球だけじゃないからね、そうなんですよ、さっきもそのチーム、うん、対戦チーム探しでバレーボール、ボレーボールのチームが出したりとか、うん、でしょ、そう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 、いろんなスポーツに対応してます、野球だけでもないです、はい、まあこんな感じでね、うん、はいはい、はい、とても僕らはこれ便利なんですよ、めちゃめちゃ使わせてもらってます、うん、そうだね、これ生まれてから本当にストレスがなくなったかな、はいはいはい、まるで世界が変わりましたね、まるで世界が変わった、はい、そうだね、はい、ということでじゃあ今日はまとめます、今回ここで、ここら辺でまとめます、じゃあ野球部あるあるでまとめて、野球部あるあるでチームハブあるあるでしょ、チームハブ、おいいね、あ、いいじゃないですか、笹さん、チームハブあるある、得意得意、あるあるはあるある言いたい、あるある言いたい、チームハブで出席取ってるのに LINE で返事しがちあるあれやめてほしいですよ、あれは本当にチームハブに出欠席出してくださいって言ってるの言ってんのにすいません、いけません、そうそうそう、そこでそう俺のそうアナウンスがちょっとこう上の方に行っちゃってそうまたそうブレちゃうんですよ、あれやめてください、チープ内の、はい、鈴木さんとか、はい、鈴木慎也さんとか特にそうです、ね、はい、いけますとか、はい、だからここでやれよここでやれよっていう、あれよくやっぱあれなんですね、ということでチームハブさんですね、はい、ぜひね、まあ、草野球チームじゃなくても、うん、いろんなスポーツとかね、そうそうそう、フットサルチーム何でも、はい、まあ、出家席、まあ、飲み会、チーム飲み会でもこれやってますから、飲み会来れる人、決起集会で入れて、うん、そうそうそう、それもできちゃうんで、はい、この間の浅草のね飲み会もやってたね、そうですね、これでやってました、これでやってましたけど、うん、37人ぐらいいて、うん、出席者が5人まあそんなもんですよ、はい、まあね、もう3月になるんで、はい、チームも本腰入れて、そうですね、そうですね、新メンバーも入り、そうですね、はい、新メンバーも入って、またいよいよ活動本格的に、そうですね、はい、
ただ一つまたちょっと区民大会のエントリーね、はい、期日遅れて今で怒られ電話してましたやっぱ出欠席もね、その辺の返事もね、はい、ちゃんと期日を守りましょうと、はい、守りましょうということで、はい、期日は大事ですよ、大事ですよ、はい、ということで、じゃあチームハブさんの紹介でした、はい、ぜひみんな使ってみてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは未来の高校球児たちを応援し、さらに草野球チームのリアルを発信していきます。この動画が良かったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。